ドゥイーノアウリジーナは、イタリア共和国フリウリベネツィアジュリア州トリエステ県に、ある、人口約8500人の基礎自治体。イタリア語及び、スロベニア語以外では、一家のように呼ばれる。トリエステ県の西北部にあるコムーネで、モンファルコーネから、東南へ、約 13km、トリエステから西北へ、約 14km、セジャーナから、 西北西へ1 6ル、コリ立屋から東南東へ約2 1トルに位置する。西のアドリア海、東にスロベニア国境に挟まれ、長域は北西から南東へ伸びた、細長く伸びており、北西にリ立屋県と接する。隣接コムーネ、編集隣接するコムーネは以下の通り、括弧内のスローはスロベニア領、号はゴリ立屋県所属を示す。 北端の五輪や県との県境にティマーボ川が流れる。ティマーボ川は約4 0トルにわたってカルスト大地の地下を流れ、山序盤にディドゥイーノで流出する。町域の大部分はカルソ大地上にあり、海側は1 0 0ルほどの崖となって落ち込んでいる。町域の最高地点はコールディターの場の3 4 3ル。コムーネの名はコムーネの北西部に位置するドゥイーノと、 南東部に位置するアウリジーナという二つの主要な集落の名を合わせたものである。コムーネの行政機関が置かれているのはアウリジーナである。ドゥイーノはアドリア海に面した保養地、観光地として知られる。このほか、主要な集落としてはコムーネ中部に入江を抱えるシスティアーナ北西端にサンジョバンニディドゥイーノがある。この地には古代から人が暮らしており、他には ベネト人やイストリア人の遺跡が残っている。ローマ時代にはアクイレイアの勢力下に入り、石材の産地として重要な位置を占めた。中世にはアクイレイア総大司教領、孤立や伯領を経て、1366年にハプスブルク家がドゥイーノの領主となった。1971年の調査によると、住民の37.5%はスロベニア系であった。 スロベニア系住民はアウリジーナとその周辺に暮らしている。また、人口の60%が民族的なイタリア人であり、ドゥイーノやシスティアーナとその周辺に暮らしている。人口推移、編集居住地区別人口、編集国立統計研究所は居住地区別の人口として以下を掲げている。統計は2001年時点。ISTAT は人口統計上。 家屋密度の高いチェントロ・アビタと密度の低いニュークレオ・アビタとま,とまとまった居住地区を形成していないケーススパースの区分を用いている上の表で地名がすべて大文字で示されているものがチェントロ・アビタとである印が付されているのはコムーネの役場役所ラカーサ・コムーノ・リーの置かれている地区であるコムーネの検証によればドゥイーのアウリジーナは 以下の分離集落及び集落から構成される。地名はイタリア語名、スロベニア語名の順に表記している。ドゥイーノは保養地としても知られ、詩人リルケや物理学者ボルツマンが足跡を残している。リルケの代表作、ドゥイーノの日課はこの地での滞在にそうを得て作られたものであり、ボルツマンは学会での自説に対する攻撃に悩んだ末この地での 西洋中に自殺している。ドゥイーノ城の東南側にあたる海岸一帯は1995年に自然保護区に指定されている。ドゥイーノ城ドゥイーノ城はドゥイーノにある海に突き出した絶壁城の城。13世紀初頭に存在が確認され、この一帯を治めた領主の居城であった。ドゥイーノ城は1366年にハプスブルク家の所有となり、 1587年に、ミラノの貴族でラトレ家の分家であるバルサッシーナ家が、上主となった。19世紀後半、トゥルンウント・タクシス家のボヘミア分家のアレクサンダーと、結婚したマリー夫人が、母方から城を相続し、その息子のアレッサンドロは、イタリア王国においてカステル・ドゥイの公爵を、創設した。城は、現在も公爵家の所有であるが、美術館、 公園として公開されている。リルケの小道詩人リルケは、マリーフォントゥルーンウントタクシスホーエンローへ公爵夫人の招きを得、1910年から1914年に、かけて4度にわたりドゥイーノ城に滞在した。ドゥイーノ城とシスティアーナの入り江を結ぶ、自然保護区内の散策路が、リルケの小道として整備されている。ドゥイーノの s s 十四ビービオダウリジーナ駅、ベネツヤやウディーネ、 あるいは、ウィーンなど、北方からトリエステへ向かう、交通の要衝となっている、高速道路国道、ありがとうございます。